ナノメーターですね。数十から数十。福岡市出身の湯原ゆめさん。東北大学農学部の2年生です。土壌改良や生態系の保護に携わる研究者を目指しています。大学進学を機に福岡を離れた湯原さんですが、東日本大震災の被災地で過ごす中で防災への意識が大きく変わったといいます。当時はやっぱりなんだろう、かなり距離が離れていて、その自分ごとではなかったというか、なんか津波が来たとこもあるんだなみたいな、そういうなんだろう、他人ごとの意識が強かったんですけど。湯原さんは今、震災で大きな被害を受けた宮城県名取市で、NPO のオイスカが行っている海岸防災林の再生プロジェクトに参加しています。海岸防災林は、津波の力を弱めるだけでなく、風や砂を防ぐ効果もあり、オイスカは震災直後から全長5キロにわたる沿岸部に松林を再生させようとしています。その数およそ37万本。湯原さんはこのプロジェクトで大学生のリーダーを務めています。防災林はその津波っていうからこう守るとか、そういう意味合いもあって、今後の防災っていう観点でも大事だと思うんですけど、同時にこう震災の記憶とかそういうのを伝承するとか、地域の人とかそういうものをこうつなげていくっていう観点からも、すごい大事な重要な役割を果たしてるんじゃないかなって私は思っています。そんな湯原さんが来月ウズベキスタンに留学することを決めました。世界で最も砂漠化が進むアラル海の緑化プロジェクトなどに参加するためです。アラル海は日本からおよそ6500キロ離れたウズベキスタン北西部の湖。かつては世界有数の大きさを誇りましたが、干害や干ばつで10分の1にまで縮小し、20世紀最大の環境破壊と呼ばれています。沿岸部の割とまあ塩分もある土壌で植林していく、森を作っていくっていうテーマは、あのウズベキスタンの方でも植林という点で合致し、あの同じだと思うので、自分に何ができて何ができないのかっていうのを、あの学びたいというか知りたいっていうのがあります。期間はおよそ1年間。湯原さんの友人も留学の話を聞いたときはかなり驚いたそうです。衝撃的すぎて、なんかまず留学行くこともだし、留学行く先もえみたいな、ちゃんと目的があるみたいだから、なんかすごいなと思って。フィールド実習に関しては学年超えて一緒にやるみたいな。先月行われた留学先の大学職員たちとの打ち合わせ。間近に迫った留学を前に、大学のカリキュラムのほか、アラル海の危機的な現状を改めて確認しました。前はあのアラル海だったんだけど、今はアラル砂漠と言っています。みんな、湯原さんは現地の大学でアラル海の砂漠化と塩害の現状について学びながら、植林のための苗木作りや生育状況の観測などに携わる予定です。留学に向けて湯原さんが始めた取り組みの一つが、土の研究などに関わるアルバイトです。今は、土の含水量を測る分析の作業をしています。この日は温室効果ガスを減らす微生物を探すプロジェクトで、全国から集められた土を計測しました。地道な作業ですが、働きながら土壌の調査や分析の方法なども学べます。なんかいろんな種類の土に会えるというか、変なやつとか会えるのって面白いなと思います。実験とかそういうスキルがかなりない状態なので、それを学ぶというか、学ぶっていう面でも始めた。
はい、改めまして皆さんおはようございます。はい、こちらの先月27日ウズベキスタンへの留学を前に海岸防災林の保全活動に参加しました。2日間かけて行われたのは2000本近い松の木の間伐です。間伐の作業初めてですか？間伐は初めてです。オイスカの職員も若い世代が成長していく姿を頼もしく感じていました。名取の海岸林で勉強した子が世界に目を向けてくれたっていうのは私たちとしてはとっても嬉しくって、土壌をどういうふうに改良していくかっていうところまで勉強したものが例えばこちらに生かされたりとかしたらなお面白いなっていうふうには期待しております。今回の作業を通して改めて防災林の再生にたくさんの人や時間が必要なことを肌で感じた湯原さん。防災林や緑の再生を未来につなげていくため留学への思いを強くしていました。いろんな人が関わってここまでこう成長させてくることができたので、やっぱりその先に続いていく私たちはやっぱりそうですね、さらにこう良い方向につなげていきたいなっては思ってます。